話しかけるか、人形さんよ。お、おー、ついに来たね、戦闘画面。 BGM が不穏すぎる。なるほど、はいはいはい、ファイト、緑色だね。すげえ。話しかけようって言ってたから、まあ ACT でダミー。なんだこれ、トーク、まあトークが一番いいのかな。トークにするか。はい、なんだ、バカげているようだ。バカげているようだって出た。なんだバカげているようだって。はい、なんだ、こんにちはって話しかけたって感じかな。はい、なるほど。てん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 。トリエルイズベリーハッピー。トリエルは嬉しそうだ。はい、なるほど。とりあえずは、うん。トリエルの笑顔は、トリエルは笑顔になった。かな？彼女は、ふんふん。なるほど。ね、俺たちが会話を継続するのを楽しみに待っていると。はい。さーって、どうしようかな、これ。チェックするか。なるほど。ATK0。なるほどね。まあ、そりゃそうや。よーし、じゃあ、ここまで来たらもうこれ。ねえ。攻撃もしたいんだけど。まあ、ちょっと俺は優しいからな。今回逃げようか。アイテムは何もないか。フリーか。はい。おお。どうした、トリエル。おお。You run away. 逃げたのね。逃げました。ストーリー。ごめんなさい。あなたが彼と話をするのは、私にとって愚かでした。はいはいはい。しかし大丈夫。トリエルはいつもあなたのためにそこにいます。はい、ありがとう、トリエル。Don't be shy. 恥ずかしがらないで。いつも私のところに来てください。いや、トリエルやっぱいいな、優しいな。ほんといいお母さんやわ。知りたいことすべて、お話しします。マジで？教えてくれる？あ、どっか行ったね。よし、じゃあ行こうか。あ、じゃあ、これで、OK、上行こう。なってきたね。この部屋にはパズルが一つしかない。ほうほうほう、なるほど。うん、あなたがそれをどう答えることができるか、ちょっと、不安です。はい。へいへい。あ、行こうか。ああ、この道もあったよね。ああ、ここか。だって、血がついてるもん、明らかに。So, this is? ちょっと待ってね。これはパズルです。これはパズルですが。はい。Here, take my hand. なるほど。ここでちょっと手を繋いでください。はい、わかった。なるほど。いや、血の跡が怖いな。え、なに？止まった。なんかすごい長い。あ、なるほど。ちゃんと正しい道を歩くと、ね、この針が、床の下に隠れる。隠れるっていうかね、沈んでいく。はい。トリエルはすでにパズルの答えを知っていなければならない。うん。なるほど。大丈夫だよ。お、なんだなんだ。また、また一歩、進み出し、そして、てんてんてん。トリエルの手を、握ることが難しくなった。
難しくなった？難しくなったではないと思うな。ここちゃんと後でうまいこと編集で翻訳しときます。待ってね。このパズルはあなたにとっては、ちょっと難しすぎたかもね。Don't walk here alone. Alright. 一人でここを歩いてはダメだよ。ダメよ。わかった。気をつけるよ、ママ。さーって、じゃあトリエルが勝手にもう行っちゃったね。さて、じゃあ俺もついていこうか。いや、一人で歩いてみよう。やっぱダメやだよね。よし、じゃあ行こうか。さあ、できたね。やるべきことをやったが、なるほど。ちょっと休みましょうって言ってるね。うん、ここで、はい、let's rest from all this here. あ、here じゃない。いいと。休みましょう。まあね、まだ長いから、道のりはまだ長いから、私の手を取ってください。はい。ごめんね、ママ、ありがとう。ほんと。気分がいいよ。わかった。おー、握ってるね、手。おお、ビッグ。なるほど。大きな、ヤギのおばさん。ヤギのおばさんって出たんだけど、翻訳で。大きなヤギのおばさんの、足があなたの手をわずかに押す。って出たね。うんうんうん。トリエルは、もうあなたには、見知らぬ人のようには見えない。なるほど。あなたは思った。あなたは感じた。トリエル周辺の安全のオーラ。トリエルは、まあ、トリエルの周辺はね、安全だということを、この、アリザは感じたって感じか。はい。あなたは勇気を出して彼女に尋ねる。この遺跡について。ギアラ、あ、ハーライフ。彼女の生活についてか、この遺跡について。どっち聞こう？まあ、どっちでもいいけど、まあ、左行くか。うん。無難にね。あ、この遺跡についてね、教えてほしいって。教えてほしい。実のところ、この遺跡は、快適な、小さな地下室。地下室にあるんだ、ここはね。ここは地下にあります。はい。これらはかなり前に建てられて、数世紀かそこら。数世紀かそこら。あ、建てられて、もう数世紀経ってるんだ。へえ、なるほど。それらは、熱心な、達人と有志な騎士の時代。なるほど。まあね、熱心な人たちとか、まあ、勇敢なね、騎士たちがいた、時代に建てられたって言ってるね。この遺跡は。はい。it was, それは私の選択によるものではない。それでも彼らはモンスターの家になりました。ほうほうほう。私の元国王が、ホームと名付けたって感じか？それらをホームっていうふうにね、言うようになった。はい。私たちの王は、命名が特に、あ、なるほど。ネーミングセンスがね、ゴミだ。ゴミではない。ネーミングセンスがあまりなかったと。はい。ね。アズゴアだね。アズゴアはね、ネーミングセンスがあんまなかったらしいからね。アンドモンスター。そしてモンスターたち。彼らは今では新しいホームを見つけた。てんてんてん。あなたは、モンスターがパズルに夢中であることを知っていました。ああ、でもそうだね。パピルスとかも、そうかな。確か夢中だったもんね。
はい。パズル、トラップ、なぞなぞ、頭の体操。そのため、遺跡は特別な方法で、構築されている。はあ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 。なんかパズルとか、そういうなぞなぞとかね、がと、あの好きなモンスターが多いから、そのため遺跡がね、こういうちょっと作りになってるんだね。各部屋には面白い小さなパズルがあります。パズルは、遺跡の周りを歩くことをもう少し刺激的にします。まあ、パズルがあると、まあ、遺跡をね、探索するときに、まあ、ちょっと刺激があるというか、ちょっと面白くなるって感じが 合ってるよね、多分。やがて、各パズルは失敗は、し始める。そして壊れる。パズルは失敗し、壊れていく。軽く踏んであなたのステップを見てください。あなたは見た目がいいよね。見た目がいい。そうか。あなたは見た目がいい。なかなか、なんかね、見た目いいよって言ってるね、子供。なるほど。パズルもすごく面白かった。彼らはね、うまいことパズル作ってるわって言ってるね。レッツゴー。解決しようと思っているパズルはまだまだたくさんある。お、行っちゃった。ほんじゃもう行こうか、次。はい。やあ、ドリル。お、なんだ？何これ？アウスト、あ、セーブ、あ、オートセーブか。ありがとう。やっとセーブできた。もうや、どこでセーブできるか。もうずーっと探してたけど。よーし、ここでセーブできた。じゃあ、キリがいいんでね。まあ、ここの会話が終わったら、今回は終わっていこうかな。はい、ザ・ウィンドウイズ。まるでそれが、地上の、待ってね、地上の、歯の山であるかのように、風はあなたの髪で遊んでいます。ちょっとなかなか難しいですね。風があなたの頭で遊んでいる。なるほど。ここはとても、くぼんでいて命がない。ああ、なるほど。ね、いろいろ、まあね、周りが崩れていて、あんまり命を感じないって感じが。ここが決意なのか。はあ、なるほど。よし、ということで、じゃあ、セーブがね、できたんで、今回の、ヘルじゃない、ホラーテイルはね、ここで終わっていこうかなと思います。いや、ちょっとね、翻訳しながらプレイやってるんでね、ちょっとペースとか、ちょっとね、多分訳してる日本語とかが、もう曖昧かもしれませんが。まあ、それもね、まあ、ちょっとでもいいんで、楽しんで、いただけたらなと、はい、思っております。ということで、次回お楽しみにということで、ありがとうございました。